サムネイル見たわ。今回は埼玉県で。そうよ、埼玉県といえば何が思いつく？埼玉県外の人間としては草加せんべいかな。醤油が塗られているせんべいね。私大好きでいくらでも食べちゃうわ。聞いた話なんだけど、せんべいって硬いから結構噛むでしょ。この噛むという動きが脳を刺激するんだって。それいいこと聞いたわ。今日からおやつはせんべいね。他には何が思いつく？これ私最近まで知らなかったんだけど、埼玉の人から聞いた話ではうどん文化がすごいんだって。関東といえばそばというイメージが強いけど、埼玉各地にいろんなうどんがあるそうよ。なんですって？それは麺類好きな私としては聞き捨てならないわね。後で調べましょう。賛成。それではスタート。第1問、南埼玉郡宮代町内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。今日は初っ端から分かりにくいわね。最後の字がまだとして、最初の字をどう読むかね。確かももと読んだと思うから、ももまにします。正解はもんまです。第2問、本庄市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。3音ならいそこと答えようと思ったけど、4音かいとうこにします。正解はいかっこです。第3問、木立市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最初の2文字は高麗と読むけど、音の数が合わないね。最後は川で終わるとしたら、最初の2文字は2音ということになります。わからないから小良川にします。正解は駒川です。第4問、埼玉市桜区内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。神田奈良クイズにならないわね。それなら神田にします。正解は神田です。第5問、桶川市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。これはわかります。舎人神殿です。正解です。舎人神殿です。第6問、草加市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。ゆうま町、いや、ゆうば町、奈良クイズにならないから違うわね。ゆうめ町にします。正解はあすま町です。第7問、比企郡小川町内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最初の字はうつぼという字ね。人とも読むので人部かな。正解は行江です。字のイメージと発音のギャップをすごく感じるわ。第8問、所沢市内の地名です。シンキングタイムスタート。
終了。最後は金か金だとしたら最初の2文字は2音ということになります。締め金でいかがですか。正解は亀だねです。第9問、鴻巣市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最後に文字がですかだとして、最初の字は2音だからおいかな。おいでずかが語感もいいからおいでずかにします。正解はおいねずかです。第10問、さいたま市緑区内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。三音か、パッと思いついたので言ってみようかな。最後に文字がソドだとしたら、最初の道という字を縮めてミにしたらミソドになるわ。ミソドにします。正解はサイドです。第11問、さいたま市西区内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最後に文字がハンドだとかっこいいからそれに決めるとして、残り1音はみかな、みハンドにします。正解は水畑です。第12問、飯能市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。伏せられているのは2音、それなら二柳でしょう。二柳にします。正解は波柳です。第13問、東松山市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。真ん中の字の部分以外は見せてるということは、たった2音なのに当てられるわけがないという自信の表れね。当ててみせようじゃないの。埼玉ではないけど兵庫県には青い木と書いて奥義と読む地名があります。それと同じで青という字を王と読むと見ました。つまり下踊りです。正解は下踊りです。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。